パラレルスオクワガタは、高注目、クワガタムシカ、オオクワガタ属、オオクワガタ属の一種であり、オオクワガタの仲間では最も小型である。パラレルスとは、平行のという意味である。体長は、オスが19から27ミリメートル、メスが21から25ミリメートルオクワガタの仲間では最も小型で、体の色は黒く、オスとメスともに上羽には、 はっきりした縦の筋がある。この縦の筋が、パラレラスという種相名の由来となっている。アメリカ合衆国東部、カナダアメリカ大陸に、オークワガタ族ドーカスは、もう一種、ブレビスオークワガタ D ブレビスが分布する。オス大祭の内派や、全教セーの形態などにサインがある。また、メキシコからは、メキシコオークワガタ D メキシーコヌースが記載されているが、これは、 ヨーロッパオークワガタ D パラレラプイペダスのシノニムとされる。寿命は1から2年とオークワガタの仲間にしては短い。日本で言えばコクワガタくらいの寿命と思われる。少々暑さには弱く、最低5度まで耐えられる。同じ分布に生息するオークワガタは以下の通りである。ドーカスメキシーコヌースこれらも本種同様小型種で暑さには弱い。 生態自体は、パラレルピペルソークワガタに似るが、そもそも生息数が少なく、流通も少ないため、詳しい生態はわかっていない。ポールセン2010、ありがとうございます。